青コーナーより全日本プロレス Kawada Toshiaki入場。さあ、王道プロレスの守り手デンジャラス系川田俊明が入場してまいります。赤コーナーよりゼロファン選手入場。さあ、柔道世界最強の称号を引っ提げこの男がやってきた。ガンガン行け！川田！シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。川田！青コーナー全日本プロレス川田！183センチ、105キロ、川田！川田！トシアキ！川田！川田！赤コーナーゼロファンオリジナルレスラー頑張れ。ほながおりよ頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。エルボー組み合います。パンチで返します。行くのか。フロントから投げてまいります。カバーに入ります。跳ね上げてまいります。掴んだ。蹴りをぶち込みます。逆に返します。顔面へのキックです。起こしてまいります。ストマックへの攻撃であります。掴みます。エルボーを入れていきます。アップ、エルボー掴みます。ストマックに突き刺さります。肘を打ち込んでまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いや、そりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。腰を落とします。グラウンドでのスリーパーであります。ロープにブレイクしました。チョップであります。抱えます。抜けてまいります。アマチュア格闘技の実績を持っていますこの男。体に染み込んでいるその抜群の格闘センスは機能や等で身につくものではありません。まさに流れの月日を経て作られた努力の結晶であります。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。間を取っています。スタンディングを取らせます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ。
キックを打ってまいります。切り返します。攻撃で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。返してまいります。組みに行きます。あっと、そのまま投げてまいります。あっと、返します。バックを取ります。バックに回ります。首から落ちましたよ。首が悲鳴を上げた。ストレッチパム、ストレッチパム。掴んだ。キック、ものすごい。起こした。組み合った。投げていった。引き起こす。いけるか。STO 抱き起こす。ガジェット組み合った。バック当たって、同締めスイーパー。腕をフックした。ブレインバスター、垂直落下式。バックに回った。エルボーで切り返す。ガジェット組み合った。抑え込んで、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。カウンターが待っていた。立たせていく。組み合った。あっと、返した。掴んだ。膝頭を入れていく。スペーストルネードが抱き起こす。今止まったんじゃないですかね。猛点したとか打ちつけたか。起こした。いけるか。 STO カバーの体勢。カウント 2.99。 組み合った。あっと、投げていった。10分経過、10ミニッツゴー。小脇に抱えた。バックドロップ、後頭部を通打。ガジェット組み合った。あっと、そのまま投げていった。引き起こす。 STO スペーストルネードが片指に持ち込む。